ははいえー、こんにちはエレルの笹です <laughs> えーとリスプとね、新仮面ライダー、仮面ライダーというのはね、まあオタク話なんですけれども、えー、よかったらお付き合いください。 えーえー、っとね、あのまあ、この間あの、新仮面ライダー、えー、こう新作が、えー、公表される、これから作られるんですよっていうふうなことをね、非常にワクワクをしてるんですけどね、えー、仮面ライダーが大好きなの理由っていうのはね、のと同じ理由で、私多分リスプが好きなんだなとね、えー、っと、昨日なんかこう、寝ながら思ってました。えー、リスプの方ですけども、おかげさまでね、えー、っと、結構、 こうあれからアクセスされてるんですよ。あの、ハッカーニュースに、えっ、ー、と、買ったんですよね。えー、先月の下旬のところに。それでグわンと行ってですね、えー、以降、あの、結構なんかこう、知られるようになってきたのか、毎日、あの、コンスタントにクローンが作られていまして、あ、これちょっとかけてみませんけれども、えっ、ー、と、毎日のようにあのクローンが作られていますんで、えー、まあ、こう、結構こう、面白がって使ってもらえてるいいなあなと思いながら、 あの見ていますあのアイロスとかね、今までちょっと使用準拠不十分なところあったんですけども、1、えー、年放棄して今、あの完全準拠をやってますので、もうしばらくお待ちください、コンパイラーを、えー、もう直してしまう予定です。さて、それであの、えー、新仮面ライダー、仮面ライダーですけどね、小学生の子一生懸命見てましたね、本郷剛史、藤岡弘さんですけどね。 でもう全然、ね、それまでのねあのヒーローものとは全然違ったんですよね。それまでのヒーローって言うと、ね、ウルトラマンだったんだな幼稚園の頃、えー、なんと宇宙人が地球人にやってきて宇宙人のためあの地球人のためにこう頑張ってくれるというストーリーでまあそれはそれですごくあすごいと思ったんですけれどもねこの仮面ライダーというのはもうすごく違うんですよね、えー、孤独に戦うヒーローでねであの えっと緑川さんの娘さん、博士の娘さんにはなんか誤解されちゃうし、えー、一人で孤独に戦ってしまった、ま花東兵衛さんぐらいしか理解者がいなくて、えー、みたいなね、それまでのヒ,そのヒーローモードはもう全然違ってたんでねで、それですごくリアルなんですよね、それであの、あ、えー、の,のために戦ってるんですよあの、ショッカーっていうのはね、 まあなんていうか全体主義のまあ昔のあのナチスドイツみたいなあの全体主義国家のなんかこういこうう思い出せるようなイメージで作られてるんですけれども、えー、それと対抗するのが「えー、仮面ライダー」「本郷武だったんですよね。でリスプってのもやのもそういう文化があのにじみ出てると思うんですけれどもストールマンさんなんていうのもやっぱりそうなんですよ。あの えとリスプがこう商業主義にこうどんどん回っていくのが面白くなくって一人で孤独な戦いをやってたって確かなんかあの読んだことあるんですけれども、えー、好きなようにやりたいんですよねでそのためになんか孤軍奮闘したみたいな。 あの感じがあって、で、あの私もそこなんですよ。共鳴するのが。えー、十にやりたいんですよ。本当に。学校教育でね、もう三段の目にあったからね、高校生の時ね。えっ、ー、と、十にやらせてくれと、教科書通りやんないやつは、どんどんこう。 落ちこぼらしていくのが現在、日本の教育システムなんですよ、なんでかって、会社にとって都合のいい人間、国家にとって都合のいい人間を大量生産するのが、あのえー、と中高校なんかの,、えー、とその果たしてる役割じゃないんだろうかと、私なんかはう,うわっと思ってしまうわけですけれども、本当、うんざりしてというか、わっと反抗的できましたね、まあ、高校生の頃だからね、それで音楽ばっかりどっぷりしたって。 やってたたんんでですすけれどもはっと気がついたんですよリスプに出会って、こいつはすごいってね、あの学問っていうのが非常にあの面白いっていうのはよく分かって、でそれはあのリスプとかまあフルプログのおかげだったんですけれども、そして何をやってもいいんですよ、竹内先生なんかももろいそういう感じですもんね、本読んでて。あの まあ、理論とかそういうのももちろん勉強しなきゃいけないんでしょうけどまずこれができるのかできないのかみたいな前例があるかどうかなんて関係ないやっちまえみたいなねあれが大好きなんですよね。えー、というわけであ,のあそっかだから俺あのリスプ好きなんだなってでカメラライダー好きだったんですよね自由のために戦うあのリアルなヒーローですね。 と、はい、ということで <laughs> またなんかあのまとまらない話でしたが、歌氏にお付き合いいただきました。でまたお会いしましょう。